皆さんこんにちは、ティビケです。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回のテーマはサムネタイトル見てもらったらお分かりいただけると思うんですけど、 TPK in コンクリートラビリンス走ってみた動画いきたいと思います。このコンクリートラビリンス、いわゆる阪神高速をですね、スムーズに車線変更しながら目的地にたどり着くということなんですよね。もう今のようにですね、もう車線がめちゃくちゃある、普段田舎暮らしをしている TPK にとってはもう、なんで車線がこんなにたくさんあるのと言いたくなってしまうわけなんですよね。しかしながら運転苦手なんだよなと思っているところ、あらだ、運転の苦手な要素としましては、車庫入れと車線変更というのがよく挙げられますよね。ということで今回はこの車線変更に焦点を絞ってお送りしたいと思います。車が来ているイコール車線変更ができないというわけではないんですよね。結論を言うと、いつ気持ちを伝えるのか、そして気持ちがどう伝わったのかというのを見抜いて車線変更をすれば、車線変更はうまくいくんですよね。しかしながら道路交通法には2つの対のルールがあります。1つは他の交通の安全な走行の妨げにならないようにしなければならないということなんですよね。つまり交通の妨げになるような進路変更をしてはいけないということなんですよね。そしてもう一つは、合図を出している車の通行を妨げてはいけないというルールもあります。このあたりのバランスが非常に難しいんですよね。で、交通の妨げって何？ブレーキ踏ませること、アクセル緩めさせること、どういうこと？このあたりの妨げって何なのっていうところですね。皆さんの妨げってこうだっていう思いがあれば、またコメントいただけると非常に TPK も参考になりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ本編いきましょう。どうぞ。あらゆる道交法を知り、交通社会に平和が訪れるために語るトラフィックプロフェッサー K。 さあ、それでやってまいりました。早速ですね、もう私の目の前にですね、トラックが入ってきましたけれども、今めちゃくちゃ合流地帯でしたね。で、私もですね、右のレーンにこれ行きたいなと思っているわけなんですけれども、さあではですね、右に移りますので、右の後方ですよね、それを右のミラーで確認をしていくわけです。で、今右の後ろシルバーの車が来てますね。この次に行かせようかなと。じゃあどのタイミングで出すか、ここで出しましょう。はい、そして次来なければ移っていきます。さあ、高速道路でこのような急カーブは要注意ですよね。意外とこういったカーブでラインが乱れて内側に入りやすいんですよね。どうしても道の広い方に車が寄ってしまうというのが本能ですので、ここでうっかり右に寄らないように注意が必要です。そして合流してくる車がある、先に来るか後に来るか、先か後かを悩んでいきましょう。これはもちろん入れてあげる方がベストですよね。なんだと次のプロダクション、環状線をぐるぐる回るだって、望むところだ。右のレーンにどんどん行かないといけません。あ、結構接近してきてるな。これもう1あと2回車線変えるとダメなんですよね。わあ、右後ろ正常な通行の妨げてを走ってはいけないですよね。相手もどんどん来る、このトラック行かしてからの方がいいですよね。もう1回右に移るんですよ、これ多分ね。あ、いなくなってよかった。オレンジのラインがもうすぐ来ますからね、それまでに車線を変えていく。で、このオレンジラインの瀬戸際でですね、目の前に来る車が来る可能性があるんで、この辺りも注意が必要ですね。周りをしっかり見ておかないといけません。左に合流、左に合流、左後ろ要注意です。あ、怖い怖い怖い、来るなよ来るなよ来るなよ、よし。そうなんですよね、来る気配を感じたので、今あくまであの白い車の横には並ばなかったんですよね。ナイス TPK、 ナイス TPK、 ナイス TPK、 ナイス TPK。 さあ、このトラックはこのまま右に来そうな気配を感じているので、おお、この白い、これ車は、おお、ナイス TPK。 さあ、このように4車線とかある場合は、隣の隣の車が隣に車線変更してくる。例えば一番左側の車が1個右のレーンに今の軽トラのように来たら、もう1回来るんじゃねえかっていう予感を感じておくことが大事になってきますよね。ナイス TPK、 TPK、 TPK。 確かにナイス TPK でした。ではここで動画の投稿がありましたので、皆さんにお知らせしていきましょう。ドライブ女子さんからの投稿です。ありがとうございます。では文章読んでいきましょう。
TPK さん、いつも楽しく YouTube チャンネル拝見しています。ありがとうございます。私はドライブが趣味で、日頃からよく高速道路を走行するのですが、今日こんな危ない、そして私的にはとても頭にきた場面がありましたので、初めて投稿させていただきました。こちらが片側2車線道路の追い越し車線を走行中、前方の走行車線の車が後方確認もせず、突然こちら側に車線変更してきたため、危ないですよね。急ブレーキを踏まざるを得なかったというものです。TPK さん、よければこの動画をご覧いただいて、所見をお聞かせいただけますと幸いです。そうすれば私の今日の怒りも報われるというものです。どうかよろしくお願いいたします。なるほど。ちょっと文章を割愛させていただいたわけなんですけど、本来はもうちょっと長かったんですよ。で、この方こんなことも言っておられました。こちらが走行していてスピードを上げている状態なのに、そのスピードを妨げるような車線変更はもってのほかだという非常にお怒りなんですよね。もう本当にごもっともだなと思うんですけれども、じゃあ早速ですね、どのような動画なのか見ていきましょう。私初めて見るんですけれどもね、確かに追い越し車線を走ってますね。どうなんでしょうね。確かにドライブ助手さんの気持ちすごくわかりますね。急ブレーキを、急ブレーキ、どこからが急ブレーキかっていうのが非常に難しいんですけど、でもブレーキを踏まされたっていうのは間違いないですよね。でポイントになるのはですね、これ今動画で見ていただいた通り、この先工事があるので左側の車は右に車線変更しないといけないわけなんですよ。でこのドライブ助手さんがおっしゃったのは、工事現場ももうちょっと先なんだから、もうちょっと先で車線変更してもいいよねっていう私の過信もありましたっていう文章があったんですよ。でなので、私の落ち度もあるんだけどっていうのをもうご自身でもおっしゃっておられるんだけれども、でもそのタイミングで車線変更してくるのはまずいでしょうってもうお怒りなんですよね。でここでポイントになってくるのが、そうですね、相手がいつウィンカー出してきてるかによるんですよね。これ出てんのかな、合図。出てるっぽいですね。相手の交通を妨げるような進路変更してはいけませんし、かといって、逆の発想で合図を出している車の正常な進行を妨げてはいけない。ここの境界線が非常に難しいところなんですけど、私の個人的な意見なんですけど、私が運転したらどうだろうな。この左前方の車がちょっと右に寄ってきてるんですよね。この時点でドライブ助手さんの気持ちはすごくわかるんですよ。すごくわかるんですけど、私だったらもうここへ飛び込むことはしないかなと思うんですよね。私だったらここでアクセルを緩めてるかな。ここで右横から抜きにかかってるんですよね。この段階ではまだいいかなと思うんですけど、ここですよね。ここで寄ってきてるんですよね、すでにね。ここでちょっともう警戒するかな。アクセル緩めますね、この時点で。でここで一旦相手もやめるんですよね、車線変更をね。車線変更をやめて、でここでもドライブ助手さんももう抜くのをやめてますよね。だからこの判断でいいかなと思うんですよね。なのでお怒りの気持ちもまあ分からなくはないんですけど、相手がこちら側に寄ってきてる時点 で、あ、こういう車もいるよねっていうふうに、受け流すって言ったらちょっとそれは違うよと思われるのかもしれないですけれども、事故を起こさないっていう判断で考えると、相手の車線変更の予測ができますので、こちらが寄ってきてますから、なのでアクセルをオフにしていただいて様子を見る、その行動がもう一息早い段階でできていたらよかったのかなと思います。お怒りも分かります。お怒りも分かるんだけれども、そのあたりがですね、難しいところかなと思うんですけれども、皆さんはどう思われるでしょうか。ということで、コンクリートラビリスト TPK に戻りましょう。さあ TPK、 これから右に車線変更していきたいと思います。さあ右後ろから白い車が接近。これは相手の加速を考えると、前も合流してくるし、右後ろ車来てる、よし大丈夫だな。ここで注意してほしいのは、右のレーンから私のレーンに来る車が来ないかっていうチェックも必要ですね。つまり左のレーンから真ん中、右のレーンから真ん中で勝ち合う可能性がありますので、自分の行きたい車線、
の確認だけじゃなくて、その隣のレーンからこっちに来ないかっていうのが3車線以上の進路変更、車線変更をする場合には必要になってきます。まあ、ざっくりと視野広くっていうことなんですけど、隣とさらにその隣、2車線先のところまで確認しておいた方がいいわけなんですよね。さあこちら2車線で、向こうも2車線あるのかな。この22の4車線、ここで交わってくるときに左の車がどんどん右に来る可能性があるので、あまり横には並ばないようにした方がいいですね。なのでちょっと斜め後ろ、横の空間は開けておきましょう。いいですね。はい、さあということで今回の動画いかがだったでしょうか。コンクリートラビリンスをですね、頑張って走ってみました。特に4車線なんかあって端から端に行くときって大変ですよね。でウインカーを出した途端、後ろの車がですね、もうミラー越しにみるみる分かるような加速をしてくるケースがあるんですよ。でそんな車の前に出たらずっと後ろぺったりくっつかれるのも嫌じゃないですか。なので私個人的にはですね、ウインカーを出してそれを見たらどんどん加速してくるような車はですね、もう先に行かして、そんな車は後ろについてほしくないという気持ちを持ってます。まあ、なのでそういう車は先に行かして、それから進路変更するでいいのではないでしょうか。皆さんの進路変更に対する熱き思いをコメントでいただけると非常に嬉しく思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。月の輪自動車教習所の公式チャンネルを登録して TPK の活躍を応援しよう。